クレーフェコの紋章1477年のクレーフェ公国、クレーフェ白尺と公爵の巨上シュバーネンブルククレーフェ公国、クレーベ公国、またはクレーフ公国は新生ローマ帝国の両方国家。その領域は現在のドイツとオランダにまたがって存在した。公国はクレーベを首都とし、領域はライン川両岸に広がっていた。 おおよそ現在のクレーフェ軍ベーゼル軍、デュースブルクに相当する。クレーフェ白領が資料で最初に登場するのは11世紀のことである。白釈領は1417年に公釈領に昇格した。クレーフェはユーリヒ公国、ベルク公国、ゲルデルン公国、マルク白領といった近隣諸国と関係が深かった。1368年には マルク・ハクリョウと合併している。1521年、ユーリヒ・クレーフェ・ベルクの3公国は、ユーリヒ・クレーフェベルク連合公国を形成した。1609年、最後のユーリヒ・クレーフェベルク公ヨハン・ビル・ヘルムが、子供のないまま死ぬと、ブランデンブルク選定公、ヨーハン・ジギスムントとプファルツノイブルク公、フィリップ・ルート・ビヒが、 連合公国の継承をめぐって、ーリクレイ継承戦争を起こした。両者は1614年に、クサンテン条約を結び、プファルツノイブルク公がユーリヒーベルク公国を、ブランデンブルク選定公がクレイフェ公国及び、マルク薄領、ラーフェンスベルク薄領を手に入れた。しかし、ブランデンブルク選定公の統治するクレイフェ公国の、 大部分は1672年まで、レーデルラント連邦共和国に占領されていた。公国は1701年に成立した、プロイセン王国の一部とされたが、7年戦争中の1757年から1762年までは、フランスに占領されている。1795年、クレイフェ公国の左岸地域とベーゼルは、フランス共和国に占領され、 フランス領ロール圏の一部とされた。残りの地域も1803年から1805年にかけてフランスに征服され、フランスはこの地域をイッセルイコールスペリュール圏と傀儡国家ベルク大公国に編入した。ベルク大公国に編入された部分は1811年にフランス領リップ圏の一部とされた。1815年に ナポレオンが失脚すると、クレーフェ公国は、プロイセン王国領ユーリヒクレーフェベルク県に、編入された。ただしヘネプ、ゼフェノール廃線の三都市に関しては、1815年の、ウィーン会議の決定で、メーデルラント連合王国領となった。なお、クレーベ博家とロレーヌクゲとの隕石関係により、ブラバントの、白鳥の騎士の伝説がクレーベにもたらされ、クレーベ城が、 白鳥城と呼ばれるゆえんとなっている。コンラート・フォンビュルツブルグは、白鳥の騎士において、クレーベー白歌を、ゲルレ家の、両白、リエネク家と共に、白鳥の騎士の血筋につながるとしている。1417年、クレーフェ博は公爵に昇格する。1521年以後、クレーフェ公国は、ユーリーヒクレーフェベルク連合公国の一部を構成する。ありがとうございます。